はい、どうもゆうです。今回はですね、現環境、最強選手の方を紹介していきたいと思います。まあ、フット GG にですね、トレンドに上がっている選手を主に、見ていってですね、まあ、気になる選手特に紹介していけたらなと思います。まあ、できたらですね、まあ、コスパいい選手も含めて紹介していけたらなと思うんで、まあ、強いっていう選手に関してはちょっとうまい、強くて高い選手に関しては、まあ、軽く説明させていただいて、まあ、流すっていう感じでやっていけたらなと思います。ではやっていきます。まずこのベリンガム、サリバに関しては、やっぱ現環境強いなと思います。サリバに関しては本当トップクラス、センターバック、まあ、もうトップ3ぐらいに入ってくるのかなとは思います。まあ、ベリンガムもですね、まあ、現環境強いなっていう感じです。はい。まあ、何でもできる中盤っていう感じと、まあ、トップ下もやりこなせるっていう感じになってます。次ですね、ラッシュフォード。この選手が、まあ、3万なんですけど、何が強いって、まあ、ディビライマをやってて思ったんですけど、まあ、パワーシュートが結構入るなっていう印象あります。まあ、緑入が必須になってくる部分もあるんですけど、と、パワーシュート持ちが、まあ、序盤での強い選手になってくるのかなと思ってて、まあ、アイコンのネドベドとかもいてるんですけど、本当止めれない。一瞬のシュートコース上げてしまって、まあ、緑出されたら入るっていうのが少し気にはなったので、まあ、パワーシュートを使いこなせるっていう方はラッシュフォードおすすめかなと思います。はい。で、次ですね。もうこれ、まあ、前回動画も出させていただいたんですけど、まあ、迅速プラスが本当強い。で、ストレーフからのダッシュで本当に抜けてしまうので、まあ強いですね。スピードもあって、あと華麗な身のこなし、トリッカー、クイックステップを持っていることで。まあ能力としてはやっぱりパスが少し低かったり、シュートが低かったりするんで、あとスタミナが全然ないとかっていう部分の欠点はあるんですけど、本当に強い選手になるなと思います。これが2万で使えるんだと十分ありですかね。まあ、あと80の選手ではあるので、まあどんどん下がってくるとは思うんですけど、本当強い選手かなと思います。はい。で、次ですね。ネイマールになります。まあ、これも強いですね。特になんか、トリッカープラスで、まあ、シュートキャンセルをした時の、ボールタッチがですね、すごい軽やかというか、まあ、得点シーン、前回の動画でもあったゴールシーンでもあったんですけど、まあ、そういうこともできるということで、やっぱり強いかなと思います。ただ、伸びの部分に関しては、やっぱり迅速に比べると、ないなっていうところと、シザースとかの部分の弱体化があるので、まあ、そこが、ちょっと今までのネイマールに比べるとどうなのっていう部分は感じるんですけど、まあ、シュートキャンセルうまく使いこなせていければ強い選手になるのかなと思います。はい。次ですね。ウドジェ。これ使われて強かったですね。でかいし、速いし、めちゃくちゃ、攻めづらかったっていう印象はあります。おすすめ選手になってくるかなと思います。はい。で、次ですね。まあ、ここも、まあまあ、エボもできるっていう関係で、まあ強いなっていう印象、おすすめ選手になってくるのかなと思います。はい。次、グバルディオラですね。まあこれ、まあサイドバックの部分もできるというところも考えたら、十分強いかなっていうところですね。はい。おすすめ選手になります。で、まあ自分も使ってた、コマンになります。まあ、これも迅速プラスです。まあ、1万で使えならありかなっていうぐらいの強さかなと思います。はい。強いです。騙されたと思って使ってほしいのと、まあ、スキル5あるので、まあ、そこもすごいいいところではあるかなと思います。ストレーフ、前回の動画参考にしていただいてですね、ストレーフは本当にこれだけで点を取れるぐらいのレベルなんで、使ってみてほしいなと思います。次ですね、バルデになります。まあ、これも両サイドバックできるんですよね。しかもペース90、91 で予測持ってるジョッキあるんで、守備としても結構使用感いい。で、まあ、クイックステップもあるということで、まあ、欠点としては本当パスの部分だとか、守備値がちょっと低かったりとか、フィジカルの部分とか、あと体力が低いので、まあ、ここがどうしてもすぐスタミナがなくなってしまうとこは欠点かなと思いますけど、まあ、これが2000で使えるんであれば、超おすすめサイドバックになるかなと思うんで、ぜひ使ってみてほしいなと思います。はい。で、まあ、ファンダイクはもちろん強いので、ちょっとここは触れずに行きたいと思います。で、あとですね、まあ、デュリガー、これちょっとまあレンタル出たから使ってみたんですけど、5日間のフリーレンタルですね。めちゃくちゃ強かったですね。ペース速いし、あ、
抜かれたと思っても追いついてくれる。フィジカルもあって。もうほんと欠点としてはスタミナぐらいかなと思います。この選手は超おすすめかなと思います。まあ、抜かれても追いつけるっていうのは、でかいですね。はい。で、はい。ジェームス。こいつ、強すぎます、マジで。なんか、トリックプラスなんですけど、まあ、迅速をもちろん指導で持ってて、軽闇のこなしもあって、2つファーストタッチもあるんですけど、でフィジカル91あって、縦への推進力がすごいです。本当に、ストレーフダッシュのスピードが、なんか他の選手比べても異次元のぐらい速い。もう、ここは超トップクラスの強さかなと思います。まあ、あんまりね、まだ全員が全員使ってないなっていう印象あるんで、まあ、使ってみてほしいなと思う選手であるんですけど、あまり広めたくない選手であるかなと思います。おすすめ選手です。はい。まあ、バペはもう、もちろん強いんで、ちょっと触れずにいきます。で、次、クワラ。これ、相手に使われてめちゃくちゃ嫌でしたね。なんか、ドリブル細かいし、縦への推進力もあるし、はい。強かったなと思いました。ベルシルに関しては、まあ、強いんですけど、もちろん。去年ほどの怖さはないかなっていう感じです。去年の序盤ですね。はい。で、エンソ。まあ、これも能力十分で、容赦なしまで、軽闇のこなしもあって、鋭いパスもあって、ロブタツでシールドということで、まあ、ただちょっと能力が物足りなさ感じるかなと思います。まあ、エボの方来てますので、まあ、エボするのも一つかなとは思いますけど、ちょっと能力の物足りなさっていうのは、正直使ってて感じることはあったかなと思います。もうさり感というかですね、なんか、その辺の使用感は気になった部分であるかなと思います。はい。まあでも850でこれ使えて考えれば普通に強い選手であるかなと思います。で、キミヒ。まあ86で、まあほぼ、素材価格になってるんですけども、ここも強いですね。やっぱ予測持ってて、容赦なしあって、で、中盤でシールド持ってるっていうのはでかいし、ロブタツ持ってて。っていうのも、まあスタミナも十分持ちますし、ディフェンス値も十分あるということで、まあサイドバックってよりかは、中盤で使ってあげるっていうのがいいのかなとは思います。はい。おすすめ選手になります。で、ラフタルね、まあ、ちょっと高い選手なんですけど、めちゃくちゃ速い。止めねえ、マジで。これめちゃくちゃ強いっす。40万の方、ぜひ使ってみてほしいぐらい、バケモンみたいな速さだったなと思います。はい。まあ、このプテとかね、この辺も強いんで、やめときます。って感じですね。まあ、結構今、バーッと紹介しているんですけど、上位に上がってきてる選手が主になんで、まあ、この辺もね、もちろん強いのは強いんですけど、特に自分が使ってて印象あった選手をピックアップして今紹介しているので、いや、これいないのみたいなとこあるかもしれないんですけど、そこはちょっとご了承いただけたらなと思います。はい。って感じかな。トラオレですね。1200で使えるんですけど、まあ、スパサブで使ってください。めちゃくちゃ強いです。で、88。めちゃくちゃ強いと思います。はい。目標もらえたら、しかもこれ容赦なし持ってます。迅速プラスです。めちゃくちゃ強いと思うんで、はい。ぜひ使ってみてほしいなと思います。もう能力がね、スタミナも87まで上がってますし、バケモンだと思います。現環境で言うと、トップクラスの強さかなと思います。はい。で、まあ、ちょっと、この選手もめちゃくちゃ強かったですね。そのストレーフがやっぱ強いんで、サイドから結構攻めてくる方多かったりするんですけど、サイドか縦の。まあ、組んでが、ま、容赦なしもあるので、まあ、ジョッキプラスで対応しやすいっていうのはクイックステップもあるんで、本当に対応力抜群かなと思います。守備の安定力と組んでが入るだけで、本当に変わるのと、まあ、ビルドアップもショートパスが結構うまいので、結構その辺に関しても、使用感いいのかなと思います。もちろんおすすめ選手なので、ぜひ使ってみてほしいなと思います。ということで、以上になります。よければですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、また。はい。ということで、皆さん動画視聴ありがとうございました。最後にですね、転売情報について紹介していきたいと思います。ね、FC24 の転売情報ですね。今まで、まあずっと、同じ動画の使い回しだったかなと思うんですけど、まあ最新の情報になるかなと思います。まあ自分としては今のところトレード収入としては4500万というふうになってます。まあ実質コインで言うと多分3000万ぐらいかな、多分。
だと思うんですけど、まあこれに関してはまあ利益というか、手数料が入ってないとかいろんな兼ね合いがあってちょっと差額が出てるんですけど、まあまあ今作もそれぐらいのコインは増えたかなと思います。まあ自分自身今作に関してめっちゃ、まあ大会も結構ほとんどっていうか全部参加してきてるんで、まあ1回の FCS 以外は全部参加したんじゃないかなと思うんですけど、まあその時の大会のスカット組んだりとかでも結構損害としては大きかったので、まあそれ踏まえた上での、まあこの金額だったらまあ今作もできたかなとは思ってます。じゃあまあ自分としてはまあトレード収入とかは全然オープンにしてるので、まあ皆さんにも結構まあ X とかで載したりとかもしてますけど、まあ前作で言うと、まあ5000何百万、前々作で言うと6000万っていう感じでした。で、まあ今作もまあ、まあ選手がね、やっぱ高いので、まあそういった面で言っても、まあコインは結構必要かなと思います。まあ大作も同じ感じで、ね、情報は出していこうかなと思うので、まあその加入についてはですね、よければ概要欄の方に詳細全部書いてますので、まあその Twitch であったりとか YouTube についての、方も載せてますので、よければそれを見ていただけたらと思います。で、まあどんな感じで出してるのってとこなんですけど、まあ、これはまあ転売成功案件になります。自分もまあ直近で出たシャビとか、7万9000買ったやつをまあ10万とか11万で売りましたよとか、まあ3万で買ったディフェンスもまあ3万8000とか4万とかで売ったよっていうやつになりますね。で、まあ、ちょっとまあ最近で言ったらね、情報が少なくはなってきてるんですけど、まあこんな感じで誰々がおすすめだよっていう、まあ何歩ぐらい狙って何歩で売った方がいいよっていうのをまあこんな感じで載してるっていう感じですね。まああとはもうExcelとかでも、こういう感じで Excel とかでまとめたりしてて、まあこういった情報を出してるっていう感じになります。ちょっとまあ終盤になるにつれてね、まあ情報量としては、まあやっぱり移籍市場としてもちょっと動きにくかったりもするので、まあそういった面で言っても、ちょっとやりにくい状態であるんですけど、まあそれでも一応、増やしていってるっていう感じにはなります。まあ今作はやっぱり男女になったりとかで、まあ各レートの仕込みであっても結構こう上がりにくかったりもしたんで、ちょっと難しさっていうのは出たんですけど、まあそこもちょっと工夫しながらですね、対応はできたかなとは思ってるんで、まあ大作も、まあ、多分またパターン変わってくるかなと思うんですけど、まあ、ちょっと今作とか前作前々作の知識を使ってですね、皆さんにいい転売情報を出していけたらなと思っています。 FC24 の転売情報ですね。で、まあ、プレイに関しても、一応対応とかしてて、まあ、自分としてはまあランク1だったりとか、まあ、FCS で言ったら、まあ、ちょっとオフラインはいけてないですけど、オンラインでベスト16ですね、グループリーグ突破の決勝トーナメントベスト16は3回残ったりとかっていうのが、まあ、一応自分の中での実績ですね。アジア大会も出たりとかもありましたけど、まあ、そういった実績とかもあるので、まあ、そういった、カスタム戦術とかの共有であったりとか、おすすめ選手とか、エボリューションとかも含めてですね。まあ、こういった感じでね、やってるんですよね。一応まあ、こんな感じで。はい。まあ、このコーチング動画に関しては、また前にも一回出したと思うんですけど、まあ、コーチング しますよっていう感じのやつですね。まあ、こういった感じで募集かけて、またやっていこうかなと思ってるんですけど、まあ、おすすめ選手であったりとか、誰々強いよとかいうのをこういうのに出してるので、まあ、興味ある方は、ぜひ、まあ、概要欄見ていただいて、入っていただけたらと思います。っていうことで、まあ、最後にですね、まあ、このチャンネルですね、よければチャンネル登録していただいて、まあ、動画の方に関してはもう本当にレビューとか、カスタム戦術とか、まあ、プレイのところとかですね、メインに出してるんで、まあ、別の情報ですね。まあ、やっぱり、まあ、これを特典にしてる関係上、まあ、こういった、FC20 の転売情報とかは、YouTube のコメントとかでは、回答しづらいんですけど、まあ、ライブ配信とかでは、一応ね、もう、限られた時にしかやってないので、回答してるっていう感じにはなってるんで、よければ、そういったところも見ていただけたらなと思います。で、まあ、チャンネル登録も、5000人目指してるってこともあるので、よければしていただけると嬉しいです。まあ、こういった感じで動画の方もまだ引き続き出していくので、皆さんよろしくお願いします。まあ、ディスコに関しては、何度も言うように概要欄の方を見てください。それでは、また。